カール・ヘフナー有言語司会社は、ドイツの老舗楽器メーカー。バイオリンやチェロ、コントラバスなどから、エレクトリック・ベース、エレクトリック・ギターに至るまで、様々な弦楽器を製造している。創設者は、カール・ヘフナー。通称は、ヘフナーで、会社のロゴにも、フフナーとしか書かれない。1887年、カール・ヘフナー社は、ドイツのシェンバッハに、 アントン・ショーラーの弦楽器工房の出身であるカール・ヘフナーによって創設された。設立当時はバイオリン・ビオラ・チェロを製作する弦楽器工房であった。1919年と1921年に彼の息子ヨゼフとバルターの二人が加わり周辺諸国への輸出が加速した。1930年代よりアコースティックギターの製造に進出し300人を雇用する 楽器メーカーに成長した。しかし、第二次世界大戦中は、楽器生産は混乱となり、木箱やブーツの底などの軍需物資を生産した。第二次世界大戦終了後、生産拠点だったシェーンバッハは失われ、カール・ヘフナー親子は、西ドイツのバイエルン州モーレンドルフに移った。1950年に新工場が完成した。1950年代は、ギターの生産が、 飛躍的に増えた。1961年、ポール・マッカートニーがヘフナー社のベースギターを使用したことも業績を飛躍的拡大する要因となった。ポール・マッカートニーが愛用したバイオリンに似た外観を持つベースギターはビートルズベースと呼ばれた。またギターに手間のかかるニスを塗るのではなく樹脂製のギターを導入することも生産を増やすことに貢献した。 このためモーレンドルフの近郊都市のバーゲナウにも工場を建設したが輸入制限の撤廃によりアメリカ産ギターがイギリスで拡販されるようになると生産量にも悪影響が出た。ヨゼフ引退後、ウォルター・ヘフナーは娘であるゲヒルダ・ヘフナーと共に会社を運営した。ゲヒルダ・ヘフナーはその後クリスチャン・ベンカーと結婚して社長となり、ヘフナー社の経営を引き継いだが 1970年以降は収益が低下した。ゲヒルダの娘ブリジットとその夫トーマス・リヒタルドは1995年までヘフナー社で経営を続けた。1990年代になると中国製の安価な製品にシェアを奪われる傾向となり1994年1月ヘフナーはイギリスのブーセホークスに買収された。ブーセホークスは合理化を要求し、 モーレンドルーフの生産拠点を閉鎖し、ハーゲナウに拠点を統合することになった。しかしブーセホークスは2003年、ヘフナー社を含めた楽器製造部門をイギリスの TMG という投資会社に売却することを決定する。TMG は手に入れたブーセホークスの楽器製造部門を切り売りし、2004年、ヘフナー社はヘフナーで長年統合マネージャーを務めていた。クラウス・シャーラーと 彼の妻ウルリケシュリンプフに売却された。2005年、ヘフナー社は北京に100%出資の会社を設立。以後高価な製品は引き続き、ハーゲナウで製造されるものの、廉価な製品は北京で製造される体制となった。創業から続くバイオリン族の楽器と、世界的に知られるギターが、カール・ヘフナーの製品の二大柱である。ヘフナー社で最も有名なエレキベースの500。 1エレクトリックベースの主力モデルである500から1はバイオリンのようなその形状から通称バイオリンベースと呼ばれるモデルであるイギリスの有名ロックバンドビートルズのベーシストであったポール・マッカートニーがデビュー当時から500から1のレフティモデル使用していたことで有名になったポールが最初に入手したモデルはヘッドの部分のフフナーのロゴが ゴシック体に近い初体で縦書きになっており、リアピックアップがフロントピックアップのすぐ隣についている1961年製の前期型モデルであり、このモデルはキャバーンベースという通称で知られている。ポールが1963年に入手した2本目のモデルは1963年製の後期型モデルであり、ヘッドのフフナーのロゴが横書きの筆記体状になっており、 二つのピックアップの間隔は片方がネックよりもう一方はブリッジよりと前期型より広くなっているなどの相違点がある。アマチュア時代のビートルズのメンバーであったスチュアート・サト・クリフが所持していたアコースティックタイプのベース。ビートルズのジョン・レノンとジョージ・ハリスンがデビュー前に使用していたエレクトリックギターである。2007年にはピックガードにジョン・レノンとサインが刻印された。 限定復刻モデルが発表され、楽器フェア2007に展示出品された。クラブ40ジョンデノンエディションモデル176は、ギャラクシーというニックネームで有名。バイオリン、編集ビオラ、編集チェロ、編集通常楽器内部に表示されているラベルが未分割表示になっており、ネックを対面左側にした時の下側の F 穴に、シリアル番号と製造年が記載されており、上側に、 楽器のグレードが記載されている。大人用の楽器の場合は、グレードが4、3 4、4、4、6、4、8等という表示になっている。ベルリンフィルのチェロ奏者とのコラボで、過去のモデルの形状にとらわれず、新規に制作した、ベルリーナーチェロというモデルも販売されており、その楽器は4、9以上のグレードとなっている。コントラバス、編集ハットカール・フフナー・カール・ヘフナー4。 キューベルリーナーチェロ、ありがとうございます。